今日高浜という田舎でおマント祭りで揚げ馬、馬の虐待的なお祭りが行われるわけでもリークされてますね。まあ動画が出てるんですよ。これが神馬ですね。神馬って言うものかな。怪我する可能性が高くて。 大間さんは気乗りしてないと思うんですけどねこの大間さんですねもうあの動物虐待とか許せないってい人が現地に行っても撮影してるんだよねこうやって声を上げないとさ動物が次から次にねこう人間たちのエゴ歓喜のためにさ犠牲になってねかわいそうじゃないかって思ってるわけですよでここまでもうさ こういうね、悲観がでかくなっちゃったらやめるしかないよね。だから馬を使わずにさ、なんかできることをすればいいじゃないかと思うけどね。